はい、こんにちは。ザ・ゲーミングチャンネル99です。今回ですね、プレイレポ編ということで、2016年11月にですね、私がプレイできたゲームの中からですね、いくつかお届けしたいと思っております。前月のですね、10月にですね、少しね、1個のゲームは短めだけど、まあ数をね、たくさんね、ご紹介した方がいいですかっていうですね、まあお話をちょっとしたところですね、まあやっぱりちょっと数がね、割と多い方が、まあ結構深い話のところはね、レビューの方でお届けすることが多かったりもするので、まあいくつかね、まあいろんなゲームは聞けた方がいいですよっていうご意見をちょっといくつかいただけましたので、まあ、今月もね同じようなスタイルの方で行ってみたいと思います。まあ実際のところですね、実は私は2016年の12月にあるゲームマーケット、通称秋って言われてる、まあこの冬にあるやつですけども、まあこちらの方でザ・ゲームギャラリーの名前でね、ちょっとブース取らせてもらって、まあ中古ゲームとかをですね出したりしている関係上、12月はちょっとあんまりゲームできないなということがあって、11月にねすごいゲーム会あっちゃこっちゃちょっと行かしてもらったりですね、まあ自分のゲーム会とかもあって、もうプレイ数がねもう2ヶ月分ぐらい1ヶ月でプレイしてるんですよね。なのでまあお届けしたいゲームもまあちょうどたくさんあったので、まあ一つはねちょっと短くなるかもしれませんけども、まあそれらをねちょっとこまごまとねお届けしてみたいと思います。はい、そしてですね、いつもの約束です。ザ・ゲームギャラリーはブログ、ポッドキャスト、YouTube を中心にボードゲームのレビュー、プレイレポート、和訳、リファレンスなどを配信しています。YouTube は基本的に月水金の週3回更新。またですね、YouTube ライブちょっと先ね、お休みしてますけど、まあ年末までにはね、2016年振り返るみたいなライブをやろうと思ってますんで、まあそちらも配信していますので、よろしければぜひお聞きください。で、このプレイレポートは YouTube は画像付き、ポッドキャストは音声のみでお届けしております。ということなんですけども、まあ YouTube の方はね、ちょっとね、これから年末進行に入りますんでね、もう休みすることもあろうかと思いますけども、まあその辺のところはご容赦ください。はい、というわけでですね、2016年11月のですねプレイレポートの方をお聞きください。はい、じゃあですね、2016年の11月のですねプレイレポートの一発目はですね、こちらですね、ディハンドラーですね。いやー、これねプレイできてね嬉しかったんですよね。ディハンドラーね、実はまあね、これリメイク版ももう出ていたりとか、まあデザイン変わったりしたらバージョンも出ていて、まあいくつかあるとお聞きしたりしていますけども、私この古い、確かメビウス瓶だったと思いますけども、古いメビウス瓶の方で入ったこのクイーン版のやつのディハンドラーをずっと持っていて、未プレイなんですよね。未プレイところ、まあなんでまあ未使用というか、中のコンポーネントは完全にですね、まあミントの状態で置いてあって、確かメビウスさんのつけてもらえたシールっぽいものがあったんですけど、まあそれすら貼ってないという状態がいつから続いていたかっていうと、これ1999年に入手したんですよね。なのでもう17年は私の手元でずっと寝ていて、まあこのゲームね何個かあるんですけども、プレイしたいなと思って持ち歩いたり持ってきたりするんだけど、またこのルールが面倒くさそうな空気感がして、いつもちょっと後回しにしてしまうっていうやつが、まあ念願かなって17年ぶりにプレイできましたっていうのがですね、このディハンドラーですね。まあこれね、1999年の作品で、まあ古い作品なんですけども、デザイナーはですね、まあ誰もが知っているウォルフガン・ムクラマーさんですね。まあこれリチャード・ウルリッチさんっていうものかなという方と、まあ協業というか共同デザインっていうことになってますけども、まあそうした作品になっていましたね。で、これね、やってみたらね、まあ今でも全然古くはないんですが、まあプレイヤーはめっちゃくちゃ選ぶような感じがしましたね。というのはですね、これ何よりかって、まあ、いわゆるピックアンドデリバリーなんですね。ピックアンドデリバリーなので、各プレイヤーは何て言うんですかね、まあ、赤タクみたいな、白タクかな、まあ、タクシーみたいな乗りのものなんですけども、何て言うかな、軽トラみたいな感じなのかな。イメージ的には当時だと馬車ってみたいな設定になってるんですけども、まあ、自分のところ、トラックみたいなものがあって、まあ、そちらの方に都市がですね、いくつぐらいだったか、都市が6つかな、6つぐらい都市があって、まあ、そこのところに荷物がやってくるわけですよね。で、荷物がやってくるので、まあ、そこのところ荷物を自分のトラックにパイパイっとこう掘り込んでですね、まあ隣の都市の方へ持っていくと。で、持っていったら、まあその都市で持ってきたものが売れると、まあこれだけなものなんですね。で、これまたねめちゃめちゃ狭いんですよね。こう都市から都市もね、もう10マスないぐらいなんですよ。もうあっという間に着くと。で、荷物の種類も、まあ、5、6種類ずつあるんですけども、まあ、各都市で、出るものは決まってるし、まあ売れるものも決まってるなんていうことになってるんですよね。で、これがね、何がね、厳しいかっていうとですね、まあ各都市ごとにですね、いわゆるまあ入札っぽいものをしていって、まあ優先権みたいなのも決めるわけですよね。優先権みたいなのを決めると、まあ
そこで一人プレイヤーが決まって優先権を持つと。じゃあこの都市から荷物を運びたい人は僕にちょっとオファーくださいと、何をどう運びたいですかみたいなことですね、言うわけですよ。そうするとその都市に乗ってるやつを、まあ、これを乗せてあげましょうみたいなことを言ってくるんですね。ここも完全フリー交渉なんですよね。これ猛烈に仲が悪いというか、初見の人とはプレイしにくいっていう感じなんですけども、なので各都市ごとにまあ荷物がもうこう出てきますと。荷物が出てきたらですね、こう私がじゃあこう入札していってね、じゃあよしよしじゃあこの都市の権利を俺が取ったと、じゃあ残りのプレイヤーここから運びたいんだったらちょっと僕にちょっといいこと言いなさいよみたいなね隣の都市で勝ったらね、まあ未来の約束は不確定なんですけども、必ず守る必要もないんですけども、じゃあ未来の都市で勝ったら僕の安くやってくれますかと、いやいやだってお前前回あんた俺のとこすげえ高く叩いたじゃんとかね、いやー彼女はそうそう前回ね良くしてくれたからね今回安くていいんですよみたいなね、もうものすごい人間味あふれるドロッドロのこう交渉が行われたりですね、まあ、かつ各プレイヤーには、ね、特殊能力がそもそもあって、まあ、移動力がちょっと違うとか、なんかこう不思議なね白い白馬にまたがった王子様みたいなやつがこうなんかねこう視察してんのかな、こういろいろうろうろしているんですけども、こいつとぴったり同じ場所に行けると、まあ、特殊能力使えるみたいなこともあったりして、こう自分のねプレイヤーのね駒、まあ、駒っちゅうかこの先では白タクというか軽板というかね、まあ、荷物を載せてるね、まあ多分馬車だと思うんですけどね、時代設定的にね、っていうのを何マス移動するかっていうのもこのカードのね移動能力によって決まっていたりするので、このあたりのゲームシステムは本当にシンプルなんですね。各都市ごとに入札していって、その都市の誰が一番優先権を取るかっていうのを決めると。であとは荷物載せるのはその都市の入札権取った人は、まあ、載せるだけ自分で、まあ、買うんですけどね、買ってもらって、まあ、そいつが終わったら残るプレイはちょっとオファーをせろみたいなことがあると。その後は、まあ、プロットに従って移動していくと。移動先で、荷物がね、持っていけたら売れると。これね、買うのも売るのも全部直でね、このあたりもプレイヤーコントロールにかかっていて、極端に高くなったり極端に安くなったりっていうことがあるので、いわゆるプレイヤーダイナミクスですよね。プレイヤー間の方の交渉で何を持っていけるかも決まる、そして値段も決まるんで、特殊能力で上げ下げできる連中もいるなんていうですね、このめちゃくちゃ差加減がね、まあ、いかにも当時らしい感じもするわけですけども、このプレイヤーの交渉、ただやってみるとあんまり、まあ、この時に本当にプレイヤーの皆さんに恵まれてね、楽しい人たちだけだったので、まあ、本当に面白かったわけですけども、そのなんていうんですか、恨みつらみとか言い出すとこんなゲームキリがないんですけど、そうじゃなくてこの前のシーンこうだった、彼がトップだったからとかね、もうまあもちろんあるんですけども、とにかくお互い一瞬一瞬ウィンウィンになっていきましょう、どうやったらお互い儲かるんでしょうかねとかね、プラスでプラスでっていう感じでお互いやって、なかなかね面白かったですね。しかもねこいつね、とんでもないのが、そのラウンドの終わりごとに名誉を買うんですよね。いわゆるね、なんていうんですかね、物理的に地位を買うという言えばいいんですかね、だんだんこうギルドホールのなんかマスターになって市長になってとか、その後知事になってみたいな、こんな感じなんですけど、こいつをねお金で買っていくんですよね。ラウンドの終了までとかゲームの終了まで、これが上がれば上がってるほどいいんですけど、この購入代金もラウンドを進むどころのどん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 高くなっていくし、じゃあ早く買ったらいいじゃんと思って早く買ったらですね、これ維持費がかかるんですね。立場に応じた納税をしろみたいなことになってるので、早く買いするとですね、自分の維持費が払えなくなって破産するみたいな恐ろしいことも待っているので、もう全てがね、もう1から10まで全部あなたプレイヤーの責任ですよなんて言っている仕掛けだけをポコンと用意しましたと。仕掛けの基本はピックアンドデリバリーですと。でそれに関してはあなた方で決めてよなんていうですね、これはすごいゲームでしたね。まあ私これやってみて、まあ手放す件も全く元々ないので、非常に好きなデザインとかコンポーネントなので、ものすごいこれ好きなんで、まあ手元置いとこう、これはいいゲームだなと思った反面ですね、これは次プレイするときには誰とプレイするかよっぽど慎重にならないと、オープン会では多分絶対プレイできないタイプのゲームなので、これはね非常に気心知れた方とね、もうどんなにいいことがあっても悪いことがあってもお互い泣けるっていう方でね、プレイするのが楽しいゲームと思いました。いやこれ本当にどっか見かけてね、もう本当そういうメンバーで、ね、囲めるチャンスがあればね、飛び込んで入れてもらうと面白いと思いましたね。いやこれ本当にいい体験させてもらいました。はい、もう一つがですね、マハラジャーですね。まあこちらの方もですね、同じくですね、クラマーさんの作品なんと言いながらですね、まあこれはキースリングさんの方とのまあ共作ってことになってる作品なんですけども、2004年の作品ですね。まあこれね、クラマー会があったのでね、まあその時に次々とプレイしたんですけども、このマハラジャーね、私すごく好きなんですよね。で、これもね、久しぶりにですね、持ってきてやってきたんですけども、これファランクス版なんですね、私持ってるのがね。ファランクス版のやつってね、ちょっとね、ルールがね、わかりにくかったりしてね、いろいろ解釈
が割れてたので、他のバージョンだとね、違うのかな、確かアズモデのやつも出てたりすると思うので、まあその辺だと違うのかななんていうふうに思い出しながらですね、まあ古いやつを持ってきましたね。ちょっと一回ね、サマリー作った方がいいかなと思ったりするんですけども、これどんなゲームかっていうと、まあマハラジャっていうぐらいなんでね、なんか自分すごく偉い人らしいんですけども、まあ巡回できるね、まあ都市がですね、全体の地図上にこう散りばめられているわけなんですね。で、この全体の地図上のところに、こうマハラジャがですね、こう巡回していくやつでぐるぐるってね。で、そこが、まあ、マハラジャさんが全体的にこう回って終わるとね、自分より地位の偉いマハラジャがすごい人がいるわけですけども、全部回って終わったら、まあ、ゲーム終了と。で、何都市視察みたいに言ってるのかもしれないですけど、ね、視察して終わると、まあ、ゲーム終了なので、まあ、その間にね、自分たちはこううまくいってね、こうなんて神殿っぽいものね、このなんですかね、上がこう丸い宮殿みたいなのが、確か向こうの方あると思うんですけども、まあ、あれを頑張って作ると、みたいなことになってましたね。で、このゲームで面白いポイントになってるのは、要はね、マハラジャが次に行く場所が決算になるんですよね。で、こう見えてるんですよ、最初ね。A, B, C, D, E, F, G っていう順番に都市を巡りますよ、みたいな、こう、プロットの約束がされているので、いち早くこう近い都市に行って、そこのところ建物を建てて、まあ、宮殿を建てて、みたいなことをあらかじめやっといて、まあ、その後は全員プレイして終わったら、マジョリティ取るので、まあ、一番建ててる人、まあ、全体のポイントの合計なんですけどね、ポイントの合計で建ててる人なんていうのですね、まあ、決算して、まあ、ポイントが入ると。で、ただ、こう、都市と都市のところはですね、移動していかないといけないので、こう移動ルートが結構あるわけですよね。だから A は左の方だけど次は B の決算は右の端だとか言われると、じゃあもう1回目は捨ててね、2回目のところも先回りしておくかとかね、いろいろこうルートを考えるところがこの面白いゲームになっているんですよね。で、まあ、この時もね、やってみたんですけどね、やっぱりなかなかね、これ面白いんですよね。これ、まあ、いろいろ簡単に喋ってるわけですけども、こう移動するとこは、まあ、いくらでも移動できるわけですけども、都市と都市をこう結ぶところのね、ところに、家をポコンと建てれるわけですね。そうそうですね、通行料取られるんですよね、これね。通行料取りやがって、おいおい、みたいなことがあって、こう、あっちこっち行きたい、移動力は無限だと言ってるんだけど、それお金がないと困っちゃうっていうことがあったりするので、このね、移動力をこう、うまく阻害するというかですね、まあ、どこまでも移動できないね、通行料を払わないといけないという、いうところがあるので、先回りしても A の都市は捨てちゃうけど途中の B 行くルートはちょっと抑えちゃうぞとかね、いうことがあったりするのがまず一つ面白いのと、まあこの時もね、当然ね、私ちょっと家を置くのがね、うまくいかなくってくるくる置いてたらですね、もうどこを行ってもこう通れば通るほどお金がかかるやんけみたいなね、ことがあって苦しかったわけですけども、まあそういうことがあったりですね、さっき言いましたね、こうマハラジャがこう次々とですね、まあ拠点を回っていくという話をしたんですけども、拠点を回っていく順番が A B C D E F ってこう決まってると言ったんですけど、こう変えられるんですね。実はプレイはですね、プレイ順番に応じて特殊能力を持っていて、1番手のプレイヤー、2番手のプレイヤー、3番手のプレイヤー、4番手のプレイヤーってそれぞれですね、特殊能力を持ってるんですね。で、この特殊能力が、まあ、プレイヤー人数以上あって、まあ、交換できたりすることができるわけですが、これによって順番変えられたりするんですよね。まあ、プレイヤーの特殊能力というか、またプレイのアクションによっても変えられるんですけども、そうするとせっかく次の次ぐらいを見込んでいっていたのに、マハラジャが行くルート変わっちゃうじゃんみたいなね。もちろんそっちの方にパワー割くとですね、そのプレイヤーがその都市とかね、とかに建設できるとか、その道のところに置けるみたいなところが、まあ、全体はそう少なくなってくる、できることは少なくなってくるんですけども、より自分がね、パワーを割いた都市にもう一回来てほしいなとかね、やり始めるとプロッとした先を見越して動いたはずなのに、先を欲を書いたがせいでマハラジャはまたやってこないとかね、いうことが起きたりするんですね。これがね、もう非常にめちゃめちゃシンプルなゲームなのに、このあたりのね、駆け引きがね、めちゃめちゃ面白いんですよね。まあ細かいルールいくつかあるんですけども、基本的にはマハラジャがこう回って都市間を回ってくるルートが決まっていくと。で、都市の回っていくところに対して必ずワンラウンドに1箇所次のところには回るので、まあ、視察に行くので、そこのところに対して、まあ、建ててる建物とか神殿とかの合計ポイントの多い量に従って VP がもらえると。これを一定回数分、本当はね、誰もね、順番変えなきゃね、全都市きれいに視察してくれるわけですが、順番が変わっちゃうので複数回行く都市もあれば、せっかく建てたのに一回もマハラジャが来てくれない悲しい都市もできたりするっていうところの駆け引きがね、これが熱いゲームなんですよね、これね。で、さっき言ったこのプレイヤーの順番というか、まあプレイヤーの手番順が書いてる特殊キャラクター能力っていうのがあるんですけど、こいつも入れ替わっていくので、こいつが入れ替わることによって手番がゲームの途中に変わったりするので、後ろがいいと思ったのに先になったとか、先がいいと思ったけど次は後になったから、このラウンド俺も手番終わってからいるからいいけど、次のラウンドこんな遅い手番なの困ったな、とかね、いうことが起きたりして、非常にこの手番の順の調整もある、どのルートから、
都市を抑えていかなくちゃいけない、あるいは道を抑えていけばゆくゆくずっとみんなが使ってきてお金もらえるんだろうみたいな、さまざまなもう欲だけですよね、各プレイヤーね、もう欲望がこう渦巻いていくんだけど、やってることは非常に爽やかな、都市と都市の間に家を建てる、都市のところに行ければ建物を建てるか神殿を建てるっていうですね、一見見かけがこう綺麗になっているところのですね、ギャップと面白さがたまらないですね。まあこの頃のですね、こう2000年のね、まあ、前半のゲームなわけなんですけども、まあ、最近のゲームに比べても、まあちょっとこれルールありますけど、それでも非常にルールのページ数とか少なくてシンプルな構造になっている割に、今遊んでもですね、非常に面白く出来上がっているゲームですね。この時私ね、非常にこう目先のね、欲望でも次の決算の年、次の決算の年、次の決算の年なんてね、もう目先目先目先で頑張ってたんですけどね、まあやっぱ途中のね、出費が大変だったりしてなかなか苦労したりしましたけども、やっぱ先読みしてるプレイヤーの方はねすごいなと思いながら、でも先読みプレイヤー先をね読んでるプレイヤーがたくさん出てくると、いやいやそうさせまいっていうプレイヤーも出てきて、こう順番を入れ替えたりしていくっていうところですね、流れが面白かったですね。このマハラジャそのものは確か今でも割と入手は簡単にできるのかな、確かメイフェア版とかが今でも出回っていたり、まあ中古の方でも出回ったりしているような気がするんで、ルールが若干ねちょっと甘いところがあるのがちょっと残念どころですけども、まあそれは私が持ってるのはファランクス版のせいだけかもしれませんけど、メイフェア版とかアズモデー版のところのルールはもうちょっとシャンとしてるような気もしますんで、私ねどうしてもファランクスのやつねルールちょっと私相性が悪いのでよくこういうこと言うわけですけども、このマハラジャはですね、まあちょっと10年ぐらい前の作品ですけども、このまあフルもいかにもこうクラマーさんらしいこの微妙なプレイヤー間のね駆け引きっていうのを間接的にさせていって得点を取らしていくっていうシステムね、なかなか痺れましたね。これ私だいたい 2,3 年に1回ぐらい取り出してはよかったよかったっていつも言って、サマリーを作ろうと言いながらいつもサボる、今回ちゃんと作りましたけどね、サマリーを作ろうと言ってサボってたゲームなんですけども、これもいいですね。まあ今年ね、実はこの後も喋るんですけどね、2016年エッセンの作品とかね、もう本当にいい作品が多かったんですけども、この10年ぐらい前のマハラジャも面白いですね。都市間をめぐるねプレイヤー間の欲望っていうのはいいですね。まあこの近日ね、あのレビューの方でもご紹介しようと思いますんで、ぜひそちらの方もご覧ください。はい、3つはですね、こちらですね、富士フラッシュですね。これなんかフィッチカートとかいう名前で確か日本語版も出るのかないうような気がしますけども、まあ私がプレイさせてもらったのはこの富士フラッシュですね。2016年ゲームマーケット秋でもなんか先行が出るような出ないようなというのを見たような気がします。ちょっと間違いかもしれません。まあ近日で国内でも流通すると思いますが、この富士フラッシュをプレイしましたね。私もね、これ近日、日本語版じゃないんですけどね、入手予定なのでこちらの方もレビューしようと思いますが、これね、まあフリーゼマンさんのね、2016年のね、エッセンの新作なんですけども、いや、これいいですね。いい、面白いと思いますね。これカードゲームなんですけども、カードゲームの軽めのゲームの中ではね、かなり面白い、不思議なテイストを持ってる作品だなと思ってプレイしましたね。で、これね、何をするゲームかっていうと、これまた非常に不思議なゲームでして、いわゆるあの手札をこうなくしていけばね、まあ、OK っていう、まあ、基本的な簡単なシステムなんですけども、手札はですね、数字の1、2、3、4、5、6、7、ビューっていって、まあ20とかまでね、もういくつかあるわけですよね。で、この背後がむちゃくちゃなんですよね。まあ、ローカードは、要は数字が小さいやつはたくさんあって、まあ、ハイカードほど、まあ、枚数が少ないと。まあ、ある直線ではないんですけどね、なんか不思議なこう、カーブを描いて、下の方が多くて、上行くとこう、急激に減るみたいなね、急、不思議なバランスを描いてる、カードゲームになっているわけなんですけども、でも手札をなくすときに何をしたらいいかって言うと、まずカードを出します。ビシッとこうね、何でもいいから書で出せるんですけども、出したら自分より大きいカードを次出されたらブブーって言って手札持ってくると、これだけなんですね。なんじゃそれ、なくせるわけねえじゃんっていう感じがするわけですけども、まあとりあえず手札から出せばいいと。で、出して自分より大きいのがいなければ一周ぐるっと回ってくるので、いわゆる生き残っていれば捨てれると。やったねっていう、まあこういう感じですね。まあ若干もうちょっとルールありますけど、こういうだけのルールなんですね。で、何がミソになってるかっていうと、いわゆるローカードはたくさんあって、ハイカードは少ないわけですよね。なので、ローカードを一緒に整理したいとか処分したいと思ってる仲間がどっかにいるはずなんですよ。俺の2はどうにもならんとか、3はどうにもならんとか思ってる連中がいるわけなので、そいつらがどうしたいかっていうと、まあもちろん3ならね、俺の4で殺してやるわっていうことも簡単なんですけども、同じ数字を持ってる連中がいれば、同じ数字は殺し合わないんですよ。3なら3、4なら4ってこうね、出していくということをすれば、これ殺し合わなくて、掛け算で、ね、値が増えていくんですよね。
から4が2枚あったら8だみたいなことを言うわけですよね。そうすると8までこう安全圏になるとかね、いうことがあって、ローカードの人が4444ってこう3人出せばじゃあ12だと、こうなって、じゃあ13以上じゃないと殺されないぞみたいなことがあって、最初のプレーのとこ回ってくれば全員バサバサっと捨てられると、こうね、手札をね早くなくしてばいい、行けばいいっていうね、こうね、要は出し切り系のゲームですよね。いわゆるね、ページワンとかウノとかと同じ手札が早くなくせばいいっていうタイプのゲームなのに、ローカードがもうむちゃくちゃ手札の方に残っているもんだから、なんとかこれをうまく処分したいっていうことで、プレイ感の方でですね、見えない協力関係が働いてくると。まあもちろんちょっと細かいルールありますけども、基本的にそうなってるんですね。なので、これどうしようかな。今協力したら出せるけど、残念でしたってちょっと大きいカード出して、周りの人にバサバサバサって一回、変えさせて捨てろって言った方がいいかなとかね、思ったりする時がある反面、いやいや、ここはもう一緒になって手札を捨てていかなくちゃいかんと。そうでないと、この2とか3とかもう一緒処分できないじゃんみたいなね、いうようなメンタリティがあるようになってるので、カードゲームとしては割とオーソドックスな、自分の手番になったら自分のとこからカード出しなさいと、そして全部出し切ったらいいですよだけの単純なルールなんだけど、出したカードが一周するまで生き残っていれば、生き残ってるっていうのは自分の出したカードより大きい数字が出なかったらだっていう条件があって、しかも数字同士が同じ数字が生き残ってるやつが並べば、そいつは掛け算になってバリューが増えていくと、だから上の数字にやられにくくなるっていうルールが入っていることがこのゲームを面白くしてるんですよね。いやー、なかなかね、なんかこうありそうなんですよね、これだけ喋ってるとね。今までありそうな感じがしたんだけど、まあありそうじゃないと。まあ箱が緑なのよね、フリゼマさんなんでね、もうそれ緑なんで、まあそれはいいし、富士フラッシュなのは F って書きたかったなんだよねとかね、まあそういうツッコミはいっぱいあるんですけども、まあそれはさておき、この簡単ないわゆる手札をなくしていく系のゲームで、一瞬協力したくなる心になる。3が出た、よかった、これで俺も3を出せるよ、一緒に上がろうね、あ、いいね、なんていうことをね言いながらプレイできる瞬間があるっていうのがですね、面白かったですね。まあそんなにね、深みがあるすごいゲームじゃもちろんないんですけども、このシンプルなねカードのタイプで、マニュアルの方でも確か10分だか20分だかでね、ワンプレイ終わるというようになってるので、シンプルタイプのね、早出しというか、まあ早上がりのカードゲームとしては、最近の中ではなんていうんですか、上がれたらね、やった、全部なくしたぜみたいなね、スカッと感もあるし、もう私連続でちょっとプレイさせて、もう一回やりましょうとかね言ったりして、まあやらせてもらった後すぐ自分でも手配して入手してするようにしておるわけですけども、残念ながらゲームマーケット先に入手できるかとかちょっと微妙な世界になってますけども、まあそういうこともあったりするので、なかなかねこのあたり面白くできてましたね。これね、せっかくね日本語版も、確かアークライさんが出るのかな、出るし、ゲームマーケットの方でも確か、一部流通するようなことを見たりするので、まあ、これね配信がいつになるかちょっと微妙ですけども、まあ入手できられたね軽いカードゲームでね、なんか、ね、よく友達の方とね、なんか新しいものないかなとか探されてる方とかですね、これ結構いいんじゃないかなと思いますね。まあカードのデザインもね、かなりポップで分かりやすくなってるので、そういう意味でおすすめになりますね。私これね面白かったですよ。さあ今月ですね、まあどんどんいきますよ。で4つ目ですね、これですね、デルフォイの新作ですね。まあこれに、まあ日本語版がねもう出たということなので、まあ日本語も私の手元の方にもあるわけですけども、まあそちらの方はまあまだちょっとね開けてないんですけども、まあ輸入された方のやつでプレイさせてもらいました。ちょっとね最初にねお断りしたいのがですね、これ収録しておりますのが2016年12月の8日木曜日なんですけども、日本語版の方は12月8日木曜日のところで、修正版のルールがですね、ホビージャパンさんの方から上がっていたんですね。元の版からちょっとルールが変わったということがあるので、私がプレイしたやつと現在の最新のやつはちょっと違うかもしれません。まあ、大体あんまり変わってないとは思いますけども、一部細かいルールが変わったという修正ルールが上がっていたので、私のプレイしたのと今最新のパッチが当たったというかね、ルールに修正かかったものが完全に同一かどうかちょっと分かりませんので、まあそういうこともあるんだなというね前提でお聞きください。まあ、あくまでね私がね2016年の11月にプレイした時時点での感想ということなんですけども、これなかなかね、まあテーマ的にはね、デルフォイね、不思議な感じですよね。もうね、テープレールボートもね、いくつか上がっておりますけども、そもそもね、テーマがね、不思議なわけですよね。このゼウス様がいらっしゃって、ゼウス様の方が、おいおい、プレイヤーの人間たちよと。で、お前たちはですね、この神の天上界に行きたいと言ってるから、俺のお使いをしろと。
お使いはそれぞれ全員に共通なあのですね、お使いのネタをですね12個ずつあげるから、この12個をいち早く達成して俺のとこに帰ってきたやつだけ1名様だけをね仲間に入れてやるよみたいなことがテーマになってですね、なんというせこいことでしょうかね。ゼウスの神様ともあろうものがですよ、我々たかだか人間に対してですよ、12個もお使いしてこいと言った挙句、これ全部お使いクエストですからね、お使いしてると言った挙句帰ってきてもいけるのは先着1名様のみと、まあこれなかなかね厳しくなってるじゃないかなと思いましたね。でゲームシステムそのままね、なかなかねこれあんまり本当に見ない、本当に独特な雰囲気のあるゲームなんですよね。要はねもう本当に大豆振るだけなんですよね、本当に大豆を振っていくだけのゲームなんですけども、すごいカラフルな6色の色を描いている6面大豆なので、6面全部色が違うですね大豆があって、これはまあ3個ぐらいバカッと振るわけですね。で振って終わるとそれぞれのこう色が書かれているので、もうこれで何もかも決まってしまうということなんですね。というのはプレイヤーのボードのところは、これはあの何ですかモジュールボードになっているので、この海の形は毎回違うんですけども、私この時はおすすめセットって言っていただいたやつで、まあ、マニュアル乗ってるやつのね、まあ、構成でやってみたんですけども、要はプレイヤーの、ね、船があるんですよね。ドンブラコドンブラコって船があるんですけど、この船が移動力はまあ3マスだとか初期なんですけどね、これパワーパートでできますけど3マスだとか決まっているんですけども、これがどこへ行けるかっていうのは3マス以内の大豆の色なんですよ。つまりボードのところのこれヘックスになってるんですけど、各マスは全部色が6色バラバラで塗られていて、その色に向かっていくんですね、3マス以内の。もちろんさっき言いました通り距離は後で伸ばすことができるんですけども、なので常にどこへ行くかは大豆任せなんですよね。大豆に任せて振ったやつから、どうしようかなみたいなことを考えるわけですよ。でお使いになってるんで、いわく行った都市にある何かを拾って、でそれを自分の船にエイコラホって乗せて違うとこに行って下ろすと、まあ、この系統はこのゲームすごいたくさんあるんですよね。あの3種類ぐらい四角いキューブを運んだり、まあ、像を運んだりスタルするのもいくつかあるんですけど、まあ、基本的にお使いですよね。どっかに行って指定された色のやつを乗せて、まあ、何色でもいいってやつもあるんですけど乗せて、でそいつが終わったら移動する先のとこに行って下ろすということをするんですけども、これも全部色が書かれてるんですね。なので指定したマスに行きたい、赤のとこに行きたいな、あ赤の大豆が出てるよかったよかった、3マスにやだピッピッピッって移動する。で黄色の荷物を乗せたい、あ黄色の大豆が出てるよしよし、じゃあ黄色を乗せようっていうことがあって、荷物を乗せたいなんかするのでも全部カラー指定があるので、そのアクションにも大豆を使う、移動するためにも移動先のところのマス目に書かれているアクションの色を使う。でこれモンスターがいて、モンスターもまああるヘクスのとこに乗ってるんですけど、マスに乗ってるんですけど、まあ特定のモンスターを倒してこい、これサイコロ勝負するわけなんですけど、まあそれもあるんですけど、じゃあこのモンスター殴りたいなと思ったら、その殴りたいモンスターの大豆目が出てないといけないんですよね。もう完全にこうなってるゲームなので、とりあえずバーンと振ったら、このうち1個を移動に使って1個で荷物を乗せて最後の1個でじゃあ引き返せばいいやとかね、いうのを考えるんですけども、大豆だけなんですよね。でこれね、プレイヤーのシンキングタイムがダウンタイムがね、要はすごく長く感じると思ったんですけど、実はそうではなくて、プレイヤー別に全員荷物とか、プレイヤー別に全員ダイスくれてるんですね。ダイスくれているので、もう自分の手番が終わったらバゴッとすぐ振るわけですよ。で振ったことによって、まあ他のプレイヤーにボーナスが入るんですけども、その色に関するボーナスが入るんですけども、それが入って終わった後、自分の次の手番までずっとその色なので、もうそれで考えとけと、人数がぐるっと回ってくるまで。もちろん他のプレイヤーによって多少はあの取るのがね全部ね先物勝ちなんで、ああ俺の像が取られちゃったとかね、俺の荷物が取られちゃったとか、ああそこに置こうと思ったのにもう置けなくなっちゃったなんてことあるわけですけども、そこはある程度予見可能性があるので、みんな他こっち狙ってるなとかわかるので、まあそれはそれでね、まあ、十分考えときなさいと。取られなかった時はこのルート、もし取られちゃった時はこっちにしようなんていうの決めておけば、かなり早くプレイできるでしょうなんていうことになっていましたね。これまた難しいんですね、評価がね。面白いような気もするし、私には合わないような気もするし、まあ新版のね、さっき最初に言いました通りね、改訂版のルールが出たので絶対もう一回プレイはするんですけども、なんとなくこう、なんて言うんですか、この大豆に翻弄されてうまくいかない感。いや私この時ね、すごくまあ他のプレイに怒られそうなぐらい見てるとうまくいったらしくて、私すごい順調にいて、まあ、ゲーム勝ったんですけども、いやなんだ、もう単純に大豆がうまく走っただけじゃないかなと思いながらね、こうあのサイコロ勝負でモンスター倒すんですけど、自分の手番で振ったらドン、あ殺せました、あドン殺せましたとかね、たまたまいい目が出てて、たまたまモンスターどんどん殺せて、たまたまいい目が出てさささっと移動ができて、たまたま他のプレイいなかったら荷物乗せれたなみたいな感じだったんですよね。いや確
確かに12個の、例えば私12個全部ね、こう1個持ってって、じゃあ1個保護使い達成、じゃあ1個モンスター倒して1個達成みたいな形で、これ12個やらないといけないんですけども、まあ、他のプレイが3分の2か半分ぐらいしかできてない時点で私全部終わったんですよね。だから見てると、ああ、ハルさんすごいじゃんっていう感じだったんですけど、いや、右手の手首のスナップが良かった。だけじゃないですかねみたいな、本人はそういう感想なんですね。だから次もう一回やったら、じゃあなんか定石があるかっていうと、いやーそんな感じもしないし、みんなの方がプレイングは上手に見えたんだよねとかいう感じがしてですね、非常にこうなんていうんですか、ジャッジがしにくいゲームでしたね。だからどんなにこうプレイが頑張っても大豆なので、すごいフラストレーションたまる時もあるかもしれないですよね。すごくうまくやってるつもりなのに大豆が全くいいこと聞かないとかね、いうことがあったりするんで、その辺の加減がやや、まあ本当のスゴロクならね、まあ銀河スゴロクみたいなね、マーチャント・オブ・ヴィーナスみたいなのだったらまた別かもしれませんけど、まあ我々私大好きな作品なんですけど、またちょっと別かもしれませんけど、このぐらいの現代ゲームでこうなってくると、好き嫌いはかなり分かれるかなという気はしますね。で、一個だけ絶対ダメなところがあって、これ赤色とピンク色があるんですけど、全然見分けがつかないです。私には少なくともね。私ちょっとその辺若干弱いんですけど、中間色の変化が、ちょっと私見る力が若干多分弱いんだと思ってよく間違うんですけども、赤色とピンク色があって、赤とピンクの大豆目があるんですけど、あとボードにもですね、さっき言った周りにちょっと書いてるんですけど、基本海なので、海の絵が書いてあって、周囲にこう薄く、なんですか、縁取りしてやって真ん中にシンボルを書いてやるって書いてるんですけど、赤とねピンクがもうとにかく間違うんですよね。もう私申し訳なかったんですけどね、毎回こう振るたんびにですね、これ赤ですよねとかね、ピンクですよね。私は自分のところの霊界でプレイしたので、比較的私のことをご存知な方が多くいらっしゃったので、ちょっと気分を害さないでいただいて助かったんですけども、毎回聞かれるとね、私みたいな人があるとね、ちょっと嫌だなと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、やっぱ間違ったプレイングするとね、もっとねみんな台無しになっちゃうんで、毎回こう出して、これ赤ですよねとか、これピンクですよねなんていうのをやったりしたので、もうちょっと違う色があっただろうと。これ特にあるのがですね、6色なんですけども、赤、ピンク、緑、青、黄色、黒とかなってるんですよね。もうちょっとなんかこう色の組み合わせがなんかこうできただろうとね、思わなくも、特に青もね、まあ青でいいんですけども、まあボードは全部海なんでね、まあ濃いブルーになってるんで、そこの対比もちょっと私の目がチカチカしたりするので、まあそっちの方面が弱い人にはかなり苦しいなという感じでしたね。なので全体はダイスゲームで、こうダイスに翻弄されながらね、こうゼウス様のね、お題をこう、ああああ言いながら、うおうさおうしながらやっていくっていうテーマなのに、細かいルールはめちゃくちゃたくさんありますからね、なんか不思議なルールがいっぱい、ある、これ本当にあるんですよ。このなんか不思議なペナルティを食らったりですね、不思議なパワーアップしたりですね、不思議なカードで特殊能力を得たりするのがものすごいいっぱいあるので、そんなに突っ込まなくてもよかったんじゃないかなと思いながら、まあでもプレイしてそんなに悪くなかったような気もするしなっていうので、微妙な、本当に微妙なゲームになってましたね。まあ何度も言いますけど、2016年の12月の8日にですね、修正版のルールが出てみたので、まあ12月、まあちょっとゲームマーケットなんで微妙ですけどね、まあ忙しいんですけども、どっかで年末あたりぐらいにはもう一回ぐらいプレイしてみて、新しい方でね、で、もう一回プレイレポートの方でどうだったよっていうのをですね、できればお届けしたいなというふうに思っていますね。なかなかでもね、コンポーネント系とかリッチで良かったんですけどね、まあこの辺のね、皆さんの感想も私知りたいなと思って、とるゲームですね。はい、じゃあ今月もですね、どんどん行こうと思いますけども、次のゲームですね、こちらですね、キャピタルですね。これ最初に言いますけど、これいいですよ。正直私ゲームマーケットで確かテンデーズさんかどちらか入れるっておっしゃってたような気がするんですけども、買う気満点ですね。正直ね、これはいいっす、これは本当にいいと私は思ってますね。で、どんなゲームかっていうと、Between to the City ですね。二つの都市の物語っていう確か名前で、日本語版でだと思いますけども、二人じゃない僕の物語ですね。これはね、もうこれでルールの説明ほとんどおしまいという感じなんですけども、ちょっと怒られそうなんでちゃんと喋りますけども、Between to the City ですね。二つの都市の物語っていうやつは、ドラフトで、都市のタイルを受け取って、それを自分の手元に置いていくと。これが右側と左側の方に置いて、隣のね、左右のプレイヤーの方と共有の都市が出来上がってくる。こういうテーマですね。確かね、私ね、レビューの方でもお届けしましたけども、なので、右の方の都市と左の都市と2つ完成するので、このポイントがね、低い方が点数になっちゃうので、どっちもうまく上げていきましょうなんていうのをドラフトしながらね、隣とかの意思を受け継ぎながら考えましょう。そしてドラフトするタイル数は非常に少ないですよ。そこがポイントですよっていうゲームで、あれは最高なんですよね。私本当に好きなんですけども、プレイ人数が多くても言い訳なんですけども、
キャピタルは俺の年なんですね、私の年なんですね、彼女の年なんですね。つまり同じなんですね、ほとんどね。システムは同じなんだけど、カードは自分のタイルです。タイルには様々な工業都市、住宅市、それともそれでなくても レクリエーション的なねとことかいろいろ書いてあるんですけども、こいつを受け取る。受け取って終わったら1枚自分の手元に伏せる。伏せて終わったら残りを隣のプレイに渡す。渡して終わったらお互い自分の公開して俺の都市っていうのを置く。で、置くときには最初タイルが 3×4 にしか置けないので、このサイズに入るように置いていくと。で、次の1枚を受け取って自分の都市に配置する。全く同じなんですよね。自分の都市をドラフトしながら作っていきましょうっていうことになってるんですけど、これを5ラウンド繰り返していくわけなんですけど、ラウンドごとに特徴があるんですね。このラウンドが終了時にホニャホニャだったら、ホニャホニャの特殊タイルをもらえますよ。では隣接してるところにですね、まあ緑地のタイルがあれば VP のボーナスをずっと毎ラウンド決算ごともらえますよとかね、次にホニャホニャの建物を建てる時には安売りできますよなんてもらえるので、瞬間的な VP を狙うのか、ラウンドが終わった時にもらえるあの特殊タイルをもらいたいのかなんていうのを考えながらドラフトしていく。まあお互いもドラフトは全員ね見えてますからね、何を渡すのかっていうのをこう慎重に考えていくっていうことがあったりして、自分だけの都市を作っていくのね、あ、これ悪くないなとね思いましたよね。Between the Seas でお前隣の人間と協力しながらやるのが最高中途やないけとかもちろん言われそうなんですが、それはそれで非常に人数が多くて組んでいくのもいいんですけども、このキャピタルは自分の都市を作っていくっていうのが、いや、これはいい面白いですね。ちなみにこの時に私実は2人でプレイしたんですね。つまり怠慢ですよね。前の人間とこう渡していくだけなんで、もう1回ドラフトでもうタイル渡した瞬間お互い全部のタイルもう分かってるわけですよね。そこでやりながら読み合っていくっていうのはこれものすごい面白かったですね。私いつも言ってますね、少人数の2人をプレイはあまりゲームしませんと喋っているにもかかわらず、めちゃくちゃ面白かったんですよこれね。で、3人4人でやったら確かにタイル流れてくるのは違うと思いますけども、この面白さは変わらないと思いますね、やってみた感じね。で、もちろんタイルもね全部使い切るわけではなくて、出てこないタイルもかなりあったりするので、毎回固定のタイルが出てくるわけでもないながら、毎ラウンドごとの決算をどう読み合っていくのか。しかもですね、これね、ユニークな点が2つあって、1つは縦増しできるんですね。縦増しってどういうことかっていうと、さっき言った 3×4 のところに置かなくちゃいけないので、溢れるんですね。溢れたら置けなくなっちゃうので、上へタイルを重ねられるんですよ。もういらないや、このタイル。で、上へタイルを重ねると、下のタイルは当然潰れてしまって、効果がなくなってしまうんですけども、上へ立てるやつ、つまり後の時代出てくるやつは、効果が強い割にタイルが高いんですよね、1枚あたりの。立てるときにこれ建設のお金のコストを払うんですけども、それを差分で払えるんですよね。下が3金で立ててるタイルで、上が8金だったら、その上に被せれたら差分の5金で買えますなんてことがあるって、今これを潰すチャンスだ、なんていうのが分かったりして、タイルの構成でいらなくなったから、このプランに今からプラン B に切り替えようと、もう住宅地を増やしてる時代じゃないなんていうのを考えられるっていう点と、もう一個さっきこれラウンドが6ラウンドあるっていうことを言ったと思うんですけども、このラウンドがね進んでいくと、あ、私5ラウンドって言いましたから、ね、これ正確に6ラウンドあるんですけども、ラウンドが進んでいくと、これ過去の時代を表してるんですけど、途中で第一次世界大戦と第二次世界大戦が2回ほど途中で挟まるっていうことの設定がなっていて、ラウンド終了時にですね特定のタイルが破壊されてしまうんですよね。せっかく自分が 3×4 で来てるんだけど破壊しなくちゃいけないっていうのが絶対イベント的に起きるようになってるので、そこまでに短期的には役に立つタイルだけど長期的に役に立たないタイルだから、処分できるタイルを必ず作っておかないといけないですね。全部が全部役に立つ高コストタイルばかりやってると絶対破壊されるっていうタイルを選ばないといけないので、非常に苦しいシーンが2回やってくるっていう、この建築ゲームでありながら破壊を必ずマストで行わなくちゃいけないっていうところがあるっていうところがですね、非常にですね、しかも破壊されなかったら最初さっき1個目で言いました通り上に積み重ねられるので差分でいいと言ってる条件があるので、ぶっ壊れたらぶっ壊れてしまうので、これは惜しいなという感じがしていて、いや、キャピタルね面白いですよ。これ手に入れた方がいいですよ。2016年ね、特にビットウィントゥーザシティをやって、あれをやってみて、あのタイルのあのタイプのね都市建設ゲームが好きだなと思われた方で、少人数でもできたらいいのになとか、ね、あれ結構やっぱ人数多い方がいいわけですね。左右のプレイヤーと共有でやるわけだから、なるべく多い方がワイワイ言いながらプレイしていって面白くて、わこっちの建物こんななってんのに向こうの都市こんななっててすごいじゃんとか、いやうちしょぼいじゃんとかね、お互いこう言い合いしながら盛り上がるのが非常に人数調整もできてですね楽しいゲームなんですけども、少人数でやって同じような楽しみ方が味わえるのに違う
面白さというか新しい発見ができてるっていうのはこのキャピタルね、ものすごいです。どっちかやってるとね、ルールのインストもものすごい楽だったりするので、その点でも助かるわけですけども、このキャピタルね、まあ私ドラフト好きだっていうのはね、いつも言ってるわけですけども、ドラフトの都市建設ゲームとしてね、結構いいですよ。これね、入手できるチャンスがあったら、私も、まだ私未入手なんでね、どっかで入手したいと思ってるわけですけども、これね、なかなか私の11月のドラフト系では、ググッと刺さったゲームですね。はい、次の作品はですね、こちらですね、これキックスターターのね、ゲームに届いたので、まだあんまり流通の方はしてないと思いますけども、ハビタットですね。ちなみにね、ここで喋ってるのもあれですけども、ここまで紹介してるゲームって、割と私、プレイレポートの時って、ゲームギャラリーのレビューの方にもね、出してる作品多いんですけども、全然レビューに出てないじゃんと思うかもしれませんけど、11月ね、本当にいいゲームが多すぎてね、全然レビューが間に合ってないんですよね。ここまでの作品も全部レビュー化したいんですけども、ちょっとね、もういいゲームがね、多すぎて、なかなかもう作るのが間に合わないっていうね、もう嬉しい悲鳴を上げてるゲームなんですけども、このハビタットもそのうちの一つですね。で、これどんなゲームかっていうと、まあ何ですか、もうぶっちゃけでがっつり言うのでなくて、もう大きいとこだけ言うとカルガソンヌみたいなもんなんですね。怒られるかな、怒られる気もするけど、まあ私の苦手なタイプのタイル配置ゲームなんですね。で、なんていうの、テーマはまあいろいろあるんですけども、そこまで私細かく訳してなかったので、私まあ適当にルール訳したわけですけども、なんていうんですかね、動物が、野生動物がいるわけですよね、タイルでね。一つのタイルに一動物いるんですね。これが、まあ草原に住んでるやつもいれば、まあジャングルに住んでるやつもいれば、砂漠地帯に住んでるやつもいれば、この水辺に住んでるやつもいるみたいなやつがいて、これが真ん中のプレイヤーがね、全体が見えるところにある形でガチャッと組まれているわけなんですね。で、そこのところの一箇所に自分のプレイヤーコマがポコンと置かれていて、全員のコマ置かれていて、違う場所からスタートする形で決まってるんですけど、自分の手番になったら、このプレイヤーコマを、まあ、前後に、前後じゃない、前と左右か、前か右左、後ろはいけないんで、前か右左にこう動かすわけですね。で、動かしたところの動物を確保したことになって、で、動いた元のところが開くんで、新しいタイルがそこに補充されて、受け取ったタイルを自分の手元の、なんていうんですかね、これ自然公園を作ってるような、まあ、サファリパークを作ってるようなノリのような気がするんですけども、まあ、そっちに持ってくると。で、これを一定ラウンドを繰り返していったらゲームしろ。つまり自分の手元にどんどんこう動物がブワーッと溜まってくるという構造になっていると。こういうゲームなんですね。で、まあ、それだけと全然ゲームにならないので、どういうシステムになっているかっていうと、まあ、ポイント的にはこのゲーム、要は各動物には生存条件が書かれているんですね。例えばこの水生の動物だと自分のタイルにはまあ海が書かれてるようなやつなんですけど、まあ周りに海、草原がないと生きていけないとかね、そういう条件が書かれてるんですよね。なので一個そのタイルを置いたら、そいつの周りになんとかもうちょっと海のタイルと草原タイルを置いてやらねえかんと。で、じゃあ全部のタイルに基本動物書いてるんで、まあボーナスタイルの特殊なやつもあるんですけど、まあそいつさておき、どの動物にもみんな生存条件書いてるんですね。で、非常に簡単な、まあ草原が1個あれば生きていけるよみたいなものがあれば、もう4つぐらい条件がビシビシビシって書いてあって、めちゃめちゃ難しいやつもあるんですけど、もうご想像つくと思うんですけど、点数がね、違うんですよね。めっちゃ簡単なやつは点数めちゃめちゃ安いんですよね。で、ものすげえ複雑なやつはもう点数が加速度的に高いっていうことになっているので、なんとかそこをですね、まあうまくやっていきたいと。いう形ですね。これゲームが全部終わったらですよ、一番自分の手元に持ってるやつを最初のプレイヤーの方から、まあ一人ずつやった方がいいと思うんですけども、一匹一匹ですね、持ってるタイルを、こいつは生き延びれることができた、つまり生存条件を満たせれた、こいつは生存条件を満たせれなかったっていうんで全部チェックするんですね。で、満たせれなかったやつは上下逆にワオンとこう倒して、まあいわゆる死んじゃったことになっちゃって、まあそれで生きてるやつの点数を合計しましょうと。まあボーナスタイルはちょっとあるんですけど、まあそれもプラスして、まあポイントが多いと勝ちよ、なんていうことになってるゲームでしたね。で、これがね、もうやってみると、その何が難しいかっていうと、最初言いました通り、このプレイヤーの全員のテーブルの真ん中に、要は動物、野生動物みたいなやつがバサバサーっといるわけですよね。ある形でね。なんである形って言ってるかっていうと、まあプレイヤー人数によってちょっと形が違うんで、まあそれごとに決まった形があるんですけども、結局自分のコマがそのうちの一箇所にあって、前か右か左しか行けないわけですよね。で、左右に行ったらそっちの方向に今度向くので、まあそっちの方向からまた前進か右か左かしか行けない。いうようになるんですけど、これがまあ狭いんですよね。
で、すぐプレイヤー同士がぶつかりそうになって、まあぶつかると飛び越えてその次の向こうのタイル行くんですけど、その欲しかったところに次のプレイヤーが来たり、しょうがないから避けたら今度角に行ったり、角に行くともうその自分の前にタイルがないやつは、じゃあ次右か左行くしかなかったりして、選択肢が2択に減るとかね、いうことがあって、もう本当にね、このプレイヤー感がもうみんなお互いのね、もう正直ね、他のプレイヤーの手元なんか見てる暇ないんですよ。見たってややこしくて、どれが生きてるかどうかわかんない、わかりしないんで、ないんですけど、欲望にはみんな忠実なんですよね。いや次水水水がないと俺は死んじゃうけど、真ん中見たらもう水なんか一個もねえじゃねえかとかね、いやいや私草原がないとダメだから、その草原取っちゃダメだよとかいう欲がまみれてるところでお互いをこう取っていくというところがあって、まあカラサカソンヌみたいな複雑さはその意味ないわけなんですけどね、あの本当にこの種類があるタイルを取っていって手元にくっつけていくという形のゲームになっていて、そのあたりのところがね、なかなかね面白いような感じがしましたね。まあプレイの方のね、実はさっき言いましたボーナスタイルがあって、このボーナスタイルの周辺に特定の種類の動物がいたらとかね、このタイルの周りに特定の置き方でタイルを置かれたらボーナスみたいなのも、まあ一応あるんですけども、まあそれはあるんですけども、基本はまあこの動物をいかに生き延びさせることができるかということで、それの動物に対応するタイルをいかに巻くことか、これがね人間なんでねダメなんですよね。 A っていう動物を生かそうとして B のタイルを取ったということは、 B にも動物があるから、ちくしょう、ほんな今度は A と B の動物を同時に生かすにはどうするかとか悩みながら C を取った。あ、ちょっと待って待って待って、じゃあ A と B と C を同時に生かしたいんだけど俺はどうすれば、いや待ってよく見たらもう A 死んでるじゃんとかに起きるわけですよね。なのでこうあーとかなっていきながら、しかもどれを取れるかは毎回自分のコマが前か右か左かね、これ手番来たら絶対に動かなくちゃいけないので、全然いらないタイルしかなくても移動して取らないといけないんですよね。でますます困るなんていうことも発生したりして、この辺はね、まあ割とライトだといえばライトなんですけども、不思議な感じに仕上がっていましたね。まあ喋ってますけど、私全然勝てないですよ。タイル配置ゲーム系のやつはね、私は苦手なので、あんま全然強くないので、もう点数はボコボコなダメなプレイヤーなんですけども、でもこれ結構何回もプレイしたんですね。4、5回プレイしたのかな ?11 月で。まあ1回からちょっと短いので、さっとやってみましょうっていうので、まあ、何回か取り出してプレイしたんですけども、毎回も受けは良かったですね。私も点数は伸びないで、苦手ながらですね、ほんほんなんとかでね、生かしていきたいな。これ3ラウンド実はやるわけなんですけど、2ラウンドまではギリギリでなんかみんな生きてるけど、3ラウンド目取ったやつはもうみんな死んじゃったよとかね、欲望にまみれてですねなったりするんで、このハビだとねちょっと流通するのはまだちょっと先なような気がしますが、本当にこの軽いタイプのタイル配置ゲームを探していて、かつそんなに異常にこの難しくない、ルートとか考えなくていいんでね、とにかく各動物の周辺に何のタイルがあれば生き延びるかだけをチェックしていればいい。もうちょっと要素ありますよ。各ラウンド終わった時点に特定の形だったらボーナスもらえるみたいな要素はあるんですけども、主目的はいかに動物を生かすことができるかっていうタイル配置をするかっていうところに主眼が置かれているゲームなので、まあその辺がね楽しめる方であれば結構いけるんじゃないかと思いますね。まあタイル配置ゲームはね全くダメだと言ってる私がそれなりに楽しめたので、いいゲームじゃないんですかね。さあもう一つですね、こちらですね、トリックオブザレイルズですね。これねもうねご覧になってねお気づきの方もいらっしゃると思いますけども、おかずブランドさんがね昔ゲームマーケットに出されたやつのいわゆるキックスターター経由で出た製品版ですね。まあ絵柄とかね、まあ感じとか、ね、絵柄のねちょっと雰囲気とか変わったりしているっていうところが、まあ全体的に製品版に変わったというタイプのゲームですね。これなかなかね面白いのがトリックオブザレイルズって、まあ1830のねいわゆる鉄道ゲームを、まあ、モチーフにしたトリックテイキングゲームなんですけども、要は会社のロゴがあるんですけども、この製品版のやつは会社のロゴが1830全部本物に変わってるっていうねおっしゃっていたので、なかなかその辺がね好きな方はねたまらないようになってるんじゃないかなと思ったりしますね。でこのトリックオブザレールをですね、まあおかずさんに直々に私インストしてもらってプレイするとですね、非常にですねリッチな体験をしたわけですけども、これねめっちゃ難しいトリックテイキングなんですよ。これ難しいというかね、まあ不思議なノリなんですよね。
この、まあ、一定ラウンドを繰り返すゲームで、まあ、いわゆるオーソドックスなトリックテイキングをするわけなんですけども、まあ、トリックをしていったら各ラウンドごとに各会社ですね、これ5社ほどあるんですけども、各会社の線路を伸ばす、出したカードによって線路を伸ばすか、まあ、出したカードを受け取れると。それ受け取った場合にはその会社の株になるわけなんですけども、いうことをまあ選びながらねやると。でどういうことかっていうと、まあ、線路が伸びていくと、まあ、線路にはポイントの数字が書いているので、まあ、そのポイントの、ね、数字がまあ大きくなる可能性があるということなので、会社を大きくしたいとある程度線路をこう置いてやって、その数字を大きくすると。で株で手元を受け取ったやつはその会社の価値ね、線路によって決まった価値分だけ1枚単位でポイントがもらえると。この合計が最後多い方がいいわけですけども、いうのを掛け算していくということなので、ラウンドごとに俺は今線路を伸ばしたいのか、いやいや違う違う違う、俺は今株式をもらいたいのか、あいやいやいやでもそう思ったけど私負けちゃったとか、あれ私勝っちゃったけどどうしようなんていうのを、こうトリックテイキングをしているのだけど、あれ株は欲しかったけど欲しい株は手に入っていないのに、なぜあの会社の線路はあんなに伸びてるんだろうっていうですね、こうなかなかこう不思議なプレイ感にあふれるトリックテイキングゲームなんですよね。もちろん世界観全体ね、1830の世界のような電車になっているので、そちらの世界観の方に溢れているので、そちらのね雰囲気が好きなプレイヤーにはねものすごく受けると思うんですけども、ゲームマーケット版でもね結構プレイしたんですけども、いやー不思議な雰囲気のトリックテイキングで味があって、なんですかね、ここがすごくいいっていうのはなかなか言えないんですけど、私何度もプレイしてるんですよね。まあ気に入ったからこの製品版も速攻でキックスターターでキックして入手して、まあプレイしておるわけですけど、何がどうだっていうのはすごく言いにくいくせに、ゲームマーケット版も手元に残っており、周辺版も残っており、購入した月に喜んでプレイしてるっていうこの面白さはですね、伝えにくいというのがなかなかこうもどかしいわけなんですよね。なのでとにかくこうトリックテイキングがですね、やってることはトリックテイキングはですね、線路のカードが書かれたカードが5色あって、そいつによるトリックテイキングをプレイしているんだけど、トリックを勝った負けたの状態によって線路が伸びたり、あるいは株式をもらえたりっていうコントロールは切り替わっていくと。しかもラウンドごとにお題のカード、このラウンドは線路が伸びますよとかね、しかも列車があるんですね、1830だからね。列車って何かっていうと、その線路の中でね、何カードを何枚分ねポイントにできますかというのがあって、まあ、数字が確かでかい方がいいやったと思いますけども、いうのがあったりして、いつどの線路のところにどの機関車を置くのかっていうので、そのポイントの上限が大体決まっちゃうんですよねっていうことがあったりして、トリックテイキングのね加減のか形というかね、どうトリックを取るのかっていうと、全体のコントロール感っていうのがね難しいんですよね。私はねよく言ってるんですけどね、トリックテイキングって全体のトリックを支配できているような錯覚に陥っている、あるいは支配ちゃんとできているっていうのが面白いと思ってるんですね。完全にアンコントローラブルなトリックテイキング、私はあまり面白くないと思っているわけですけども、これはねコントロールできているような気が若干するけど、本当はできてないんだろうなっていうね、コントロールできているような気がするだけでもいいんですよ、トリックテイキングね。必ずしもゲームなんでねいいんですけど、コントロールできてるのかな。でも俺の手元の結果見たら、いや私の手元の結果見たらそこそこの点数だからいいのかなとかね、ほう不思議なテイストあふれるゲームになっておりましたね。まあ、これはねちょっとねレビューしたいんですけど、もうちょっとねしゃっきり喋れるように、もう何回かプレイして、なるほどここがこうだったんだっていうことを喋るようになりたいんですけども、まだそこまでちょっと、いや結構ね片手じゃ済まないぐらいはプレイしてるんですけど、なかなかねこううまく喋れない。今回ねこうプレイレポートでうまく喋れないなんて言いながらプレイレポートすることめったないわけですけども、いやーなんか不思議なプレイ感だったので、ぜひねこれね、もともとトリック・オブ・ザ・レールズね、なかなかテーマも良くてね、そう不思議なトリック・テイキングのプレイ感だったので話題だったんですけども、非常に入手性が悪かったので、まあいろいろね、なかなかその後なかったので、手に入れたいなという方結構いらっしゃったわけですけども、この製品版が今回出たのでね、まあそちらの方手に取っていただいて、いやいや、春99お前分かってないよと、ここが面白いんじゃんとかね、まあぜひその辺をですね、教えていただければなというふうに思いますけども、この時も、ああ、なるほど、こういうゲームだったんだ、はあ、とか言いながらプレイしてですね、もう一回ちょっとプレイしてみて、ちょっとなんとかこう私の中にですね確立したものを作りたいなと思ってるゲームですね。
はい、11月にですね、レポートするゲームですね、ラストはですね、こちらですね。まあ、こちらね、まあ、ボレーをね、もうレポートせざるを得ないでしょう、ということで、出してきましたけど、テラフォーミングマーズですね。こちらね、TGC チャンネルの方でもですね、もうレビューしておりまして、私がツイッターの方でも何度も何度も何度もつぶやいておるゲームですけども、こちらをプレイしましたね。まあ、もう複数回ね、プレイしたわけですけども、いやー、面白いですね。これはね、まあ、個人的には最高ですね。あ、ちなみにルールは最低ですね。さっぱりわからないですね。よくあんなひどいルールライティング出したと思いますけども、ゲームは最高ですね。なので、ルールを出し直した第2版を出してほしいなと、本当に切実に思うわけですけども、テラフォーミングマーズですね。まあ、ぶっちゃけ何度も言ってますけども、まあ、火星をね、地球化していきましょうということで、地球化することってどういうことですかっていう、酸素を上げましょう、海を広げましょう、温度を上げましょうっていう、この3つの要素を達成しようと。ただし達成してしまったらゲーム終わるので、途中から達成したくないなーってプレイヤーも出てくるし、早く終わりたいなーなんてプレイヤーも出てくるので、その辺の駆け引きが面白いですよっていうことになってるゲームなんですけども、いろいろあるんですけども、メインはカードゲームですね。基本ね、もう本当にカードだけをプレイするゲームですね。最初に10枚持っていて、10枚のカードからいくつかのカードを買うんですけども、買って毎ラウンド第1ラウンド除いて毎回4枚ほどカードをもらえるので、ちなみにこれ毎回買うんですけども、4枚ほどもらったカードで、例えば曰く都市を置く、例えば曰く自分のところのチタニンももらえる、曰く生産量を上げる、曰く他人の緑地化できるエネルギーを下げるとかね、こういうも全部基本カードプレイですね。カードをプレイしていくことによって、お金、鉄、チタン、緑地化のもと、エネルギー、温度っていう6種類の基本的なリソースの生産力が上がったり、リソースそのものですね、お金が単純に増える、エネルギーが単純に増えるっていうのをコントロールしていって、それを支払うことによって温度を上げたり都市化したり、あるいは海を作ったりっていうのをしていくと。これでポイントを狙っていくっていうゲームなんですね。なので非常にこのカード運にも左右されるし、まあこの辺アメリカンですよね。カード運にも左右されるし、一番最初に選ぶカンパニーですよね。このカンパニーが、ベーシックなカンパニーは全員無色透明で全然特色のないカードなんですけど、これ非常に面白くないと思うんですけども、そうではなくて、まあ慣れたプレイヤーが選びなさいって言ってる、非常に特色あふれる、チタニウム路線まっしぐらみたいなのもあれば、もうエネルギーをね、活用するのに抜群に優れた会社なんていうのもあれば、緑地化大万歳みたいな会社もあって、この会社の方針プラスアルファ、多分ね、それで勝ち切ることはやっぱりなかなか難しいんですよね。途中になるとみんなにブロックされたりするので、例えば火星の表面上にタイルを置いたら、置いたところが鉄が出ればさらにボーナスもらえるなんていう会社があったりするんですけど、そうすると他のプレイヤーから鉄的に狙われてね、もう最初から置かれてしまったりして、ゲーム後半になったらそんな場所もないよとかなったりするので、その自分のアドバンテージがあるうちに次のアドバンテージ、別のねアドバンテージを考え出していきながらカードをプレイしていくっていうところが魅力ですね。まあやっぱこれルール的なところもあるんですけども、このカードですよね、自分が緑地化路線に行ってるとかね、自分が温度化路線に行ってるとか、鉄地タームリーム路線大路線に行ってるなんていうところの組み合わせを見極めながら、実は最初に言ったお金、鉄、チタニウム、緑地化、温度、エネルギー以外のこの6つ以外にあと2つリソースがあって、微生物と動物っていうリソースが後からカードに得られる合計8つのリソースあるんですけど、この8つのリソースの1個で勝つのか、2種類で勝ち切るのか、それは A から B の両方同時にやるのか、 A でやったら途中から A をやめて B 路線に切り替わるのかっていうあたりをカードでコントロールしながら進めていくっていう、ガジェットのぐちゃぐちゃ感をね楽しむっていうのが面白いゲームなんじゃないかなと思いますね。もちろんね、さっき何度も言ってますけど、あくまでカードゲームで前ラウンド4枚引いていくので、カード運はかなりあります。もう全然自分が思った方向の引かなかった、どうしようもないなんてことはあるんですけども、ゲームのラウンド数自体は結構あるので、何ラウンドで終わりとかないので、結局さっき言った3つのグローバルパラメータ、酸素、温度、海の量っていうのがゴールに達するまでゲームがあるので、そこそこプレイがある時がありますんで、まあ、その中では引いてくるだろうというぐらいの気持ちで調整しながら行くのがいいんじゃないかなと思いますけどね。これはなかなかね、これまあ確か合わない人は合わないと思います。もうとにかくプレイヤーの手元の方に特殊なカードがどん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 並んでいって、途中からね、やっぱプレイヤーのアクションが変わってくるわけですね。最初できるアクション以外にプレイしたカードによってプレイできるアクションがだんだん増えてくるので、だん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 ゲームがややこしくなっていくので、ああこれめんどくさいわなと思われる方もいらっしゃると思いますが、刺さる人、この特殊能力がどん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 増えていくってね、もう拡大再生産大好きっていう、私ね大好きなんですけど、でお互
互いのプレイヤー同士がね、特殊バリアブル能力ですね、みんな違う能力を持って方向性がどうしても同じにいけない、カンパニーが違いますからね、方向性が同時にしても同じにいけない、で途中で得られる能力も実はこのカードがね何百枚って入ってるんですけど、ほぼ全てユニークなので、確か1枚も同じになかったと思うんですけど、同じ効果であってもコストが違ったりするんですね。なのでユニークにできているんで、同じ戦略は決して取れないっていうところはですね、めっちゃめちゃ憎くできていて面白いですよね。願わくばこれ日本語版がちゃんとしたマニュアル出たらね、かなり売れるんじゃないかなと思いますけども、今のバージョンも私もプレイ何回かしましたけども、他のパターンプレイしたのも何度も聞きましたけども、いや前回あそこ間違っちゃったよとかね、これを勘違いしたよっていうのも毎回のように発生してる、若干そこは不幸なゲームだったりするので、まあプレイするときね、本当にルールをしっかりちょっと読み込んでゲームの流れをねやってみた方がいいと思うのと、慣れないときはね、ワンラウンドツーラウンドぐらいちょっと回してからね、その後プレイした方がいいと思いますけども、いやこれね、11月は本当私の箱ね、もう実はこれ箱がちょっとやばくて、もう早々とちょっとね箱がやばくなってちょっと傷んできてるんですけども、これはかなり私の中では長生きしそうなゲームな予感ですね。ちなみに私ね、まだ上級ルールプレイしてないですね。上級ルールがプラス100枚ぐらいカードがあるのかな、いうのがあって、それを混ぜるともう少し多彩な戦略を取れるようになるので、まあ、そっちの日本語がやっと終わったので、それを混ぜて12月にはどうしてもプレイしてみたいと思いますけども、基本だけでもですね、かなり面白く出来上がってるんで、なかなかちょっと今ね、流通がね、2016年の12月現在ちょっと悪いような感じもしますけども、見かけることができたら、ぜひプレイしてみてほしいと思うゲームですね。はい、以上がですね、2016年11月の私がね、プレイできたゲームのプレイレポートでございました。まあね、いくつかのね、ゲームちょっとね、はしょっちゃいましたけどね、だいたい1時間ぐらいでね、喋りたかったゲームのね、いいところをバサバサザッと喋ってみました。でね、もうね、お分かりかと思いますけどね、2016年のね、11月にプレイできた私のベストですけどね、まあ、テラフォーミングマースですね、やっぱりね、面白いです。面白いです、これね。で、まあ、本当はね、これね、まあ、この中で今回、ね、入れられてなかったんですけどね、実はもう一個入れてないのがあって、OD んですよね、例の。実は OD も私プレイしてるんですけど、OD めっちゃ面白いですね。めっちゃ面白かったんですよ。なんですけど、実はちょっとルール間違えて、ちょろちょろっと間違えてプレイできてしまったので、まあ、11月のやつからちょっと省いたんですけども、再プレイをちょっとね、まあ、どっかで早くしようと思ってるんですけども、まあ、ちゃんとね、プレイできた中では、テラフォーミングバースが一番、と思っていますけども、オーディンも負けてないですね。オーディンの方が完成度ひょっとして高いかもしれないっていうぐらい、オーディンもものすごい面白かったので、11月はものすごいね、私悩んだんですけど、まあオーディンのルールがちょっと間違えてたので、ちょっと辞典として置いておかせてもらって、11月の私がプレイできたね、まあ、11月ね、40ゲームぐらいプレイしたのかな、結構プレイしましたけども、まあベストゲームはですね、このテラフォーミングマーズということにしたいと思います。はい、というわけでですね、まあ2016年11月のね、まあプレイレポートね、まあ11月と同様にね、まあいくつかのゲームね、バサバサバサっとね、まあ細かい切りでね、お届けしておりますけども、まあこのあたりのね、まあ感想等ですね、ぜひぜひですね、コメント欄の方などにお寄せください。まあこの後ね、2016年の12月とかですね、2017年の方ね、続けていこうと思いますので、まあ皆様のね、フィードバックをね、いただいてね、少しでもね、良くしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。まあというわけで今回ですね、2016年11月のですね、プレイレポートをご紹介いたしました。ザ・ゲームチャンネルの春99でした。それではまた次回。